おはようございます。おはようバトル。爪とぎの取り合いか。そうなの？君たち。はい、じゃあ偉いね。ジャン君はどうしてもここで爪が研ぎたかったのね。そうなの？ジャン君。ポンちゃん。必ず朝やるんだよね。おはようございます、ポンちゃん。生まれた風が原っぱに一人立つに。さん勝手に歌うというチャンネルの歌もさっき終えました。ちょっと喉ガラガラしています。そしてジャン君、ジャン君もぐっすり寝ています。そしてですね、夕方もうあと1時間ほどしたらですね、またこの地元でウェブの仕事をしている人にまた別の人ですねに声をかけて、すみませんがお話を聞かせてくださいということで面談してきます。こういう営業の仕方、営業っていうよりはですね、まあ、仲良くしていきましょうという、形にしています。平和交渉みたいなことでしょうかね。結構みんな、いい人っぽいので、助かってます。さてこれからちょっと出かけてくるので、ジャン君の10周年に作った動画をですね流しっぱなしにして出かけようと思っています。ここにカメラを置いて、この状態でいこうかな。はい、じゃあちょっとお仕事行ってくるね。仕事せんよジャン君。ジャン君は人の手が特に怖いようで、直接触られることをとても嫌がります。そこで考えたのがパイプ掃除用の少し長いブラシで撫でることでした。
お尻を取ったのね。はいはい。ブラシだとよくて、なんで手を洗えるのかな。大丈夫だよ、ブラシ持ってる、ほら。そこ、ブラシやりにくい。端すぎてやりにくいよ。UQ の良さが伝わってきたな。間違いないです。喜んでくれています。 UQ は無駄がないんです。だって余ったデータを翌月に繰り越せるんです。それを今まで捨ててたと思うと。ブラボー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 ブラボUQ は余ったデータは無駄なく繰り越し。感謝のお祭りが早っ、もうすぐ終わっちゃう。早っ早っ。感謝の価格で急げ。ユニクロ感謝祭、急いで。ユニクロ感謝祭、ママだと大丈夫かい。Jump.
君と出会ってから1年が経過して、初めてママがジャン君の背中を撫でることに成功しました。これは画期的な進歩で、ジャン君が心を開く第一歩となりました。声の高い女性の方が猫には好まれるという説がありますが、孫いママはそんな中でも超高音の持ち主なので、ジャン君との会話が可能だったのではないでしょうか。ここからママ先行のパターンが始まります。
日本は美しい。煙がなければさらに。実現しよう煙のない社会を。人と暮らすようになって1年間は怖いこと嫌なことがなかったことで少しずつですが心を開いてくれたように思います。パパはグイグイ、ママは優しく接していきます。ジャン君、こっちですよ。